マット・フリージャこと、マシュー・ウェイン・フレージェ、1981年10月2日体は、レバノンのプロバスケットボール選手。レバノン男子、プロバスケットボールリーグ一部ギビジョン A のあるリアディ、ベイルートに所属している。ノースダコタ州、ビスマーク出身。ポジションは、パワーフォワード、センター。208センチメートル、109キログラム。 バンダービルト大学で2000年から2004年までプレーした後、2004年の NBA ドラフトに準でマイアミヒートから指名されたが、シーズン開幕前に解雇された。04から05シーズン、ニューオーリンズ・ホーネッツに所属し、先発11試合を含む23試合に出場し、平均4.0得点、2.7リバウンドを挙げたが、シーズン終盤に解雇された。 2004年12月26日のクリーブランドキャバリアーズ戦で12得点、11リバウンドを上げた。06から07シーズン、アトランタホークスと契約し19試合に出場し、平均2.1得点を上げたが、12月下旬にホークスがスタニスラブメドベレンコを獲得した際、ウェーバーされた。2008年の NBA サマーリーグでは、 ミルウォーキーバックスの一員としてプレーした。2009年のサマーリーグでは、ポートランドトレイルブレイザーズの一員としてプレーした。その年、プエルトリコリーグでプレーしている。2009年バスケットボール男子アジア選手権が終了した後、レバノンのスポーティング、アルリィアディベルートでプレーした。2012から2013シーズンも、レバノンのアムチトクラブでプレーした。 バスケットボールレバノン代表でもプレー、2010年バスケットボール世界選手権では、カナダ戦の残り4分58秒に66から64と、逆転3ポイントシュートを成功。チームは81から71で勝利した。ありがとうございます。